午後1時です。 おはようございますおはようございますなんだろう今の一瞬の無言えシー確認してからねね二人とも今日はメガネそうなんですメガネなんですよメガネなんですメガネねなぜかというと二人とも夜更かしたからはいその通り申し訳ないコンタクトが言えられない現実私はちょっと顔が残念な顔が残念何それもうねすべてにおいて残念な感じそんなことないよありがとう

バカか私半分 <laughs> はいてなことではいネーミングねなんかコンビニとかに行って、うん、このなんて言うんですかネーミングっていうかこの商品のあるじゃないですか、うん、ポップみたいな、うん、ポップあれ見たら意外と面白いですねポップがポップってあれってお店の人がか書いてるんでしょそうなのえ違うのあ店舗によって違うのかな あかなそれ見たらうちの最寄り駅のコンビニは可愛いよなすかカップラーメンかお菓子か何かを全部見たんでわかんないんですけど、うん、なんか全部に「なん受験に勝つ」みたいなので「イェイ!」っていう「このこうイェイ!」っていう少女が書いてあったんですけども<ー>の物見るたびにその人書いた方が元気だったかどうかがわかるっていうなんでだだんだん雑になって <laughs> あーなんか面倒くさいもの書き始めちゃったなーっていう後悔がどんどん見えてくるっていうそうそうそう最終的にはなんかもうね学ランでイエイだけだったからはあ<ー>最初はなんか頑張ってた感満載だったのに <laughs> まさかこんなに枚数だとは思わなかったみたいな多分ね最初は34枚のつもりでいたんだけど <laughs> 店長さんにじゃあこれもみたいなななんんでコピーしなかったんだろうねね <laughs> そういえばなぜ現代のの文明をのさ もう手工的なやつを使わなかったんだんね。多分難しい,言い方しちゃった、まあ。コピー機ですよ。要するに。そうで、ね、多分きっとあれですよ。<laughs> 書きたかったんですよ。え？その人、さい三枚ぐらいならみたいななんかなってますね。あ、そうですね。はい、マイスです。出たね、今 <laughs> 出て。上手いこと出たね。<laughs> いやいやいや。でも二月になって暖かくなりましたよね、気持ち。<laughs> 今日みんな暖かいって言ってるね暖かいと思う本当にうんあれ違う私は朝寒かったよ朝と夜は寒いんで昼はいいオイルヒーターなんだけど夜は暖かいの朝になると朝の冷気に負けてオイルヒーター全然暖かくないから負けちゃうってただね頑張ってることを表すのがねコンセントをずっと刺してるじゃないコンセントがね触れないぐらい熱いのあ頑張ってるねだいぶ頑張ってんだけど負けてんのね あーもうなんか「俺頑張ってんのに」みたいななそそそうそうそう,そうなんか俺頑張ってんのにっていうかなんか励ましてあげたくなるような「うんそうだよね」「ごめんなんか頑張ってたんだよね」みたいな「優しいな」「こいつ聞いてない」とか言って「ごめん」みたいな <laughs> <laughs> 後々こっちに罪悪感が生まれる感じでいやーでもあれだねはいこれありがとうございます今日のはいこれ おう。可愛い,いね、同じ人がいる。あの、あれが。ントおお。じ続けて。これは、誰が好きか、すごいわかる。ああ。いや、面白いね。これ、なんだろう。なんか、あの、呪文かな。え。人の名前だよ。あ、そうなの。うん。 そういうの全然弱い人なのね私。これどう読むよ。ここ一緒に読んで。うん。一二三四で分けますか。あい五か。うん。最初 <laughs> こうちゃんからいく？そうっすね。うん。うん。うん、オッケー。もしやあったら真ん中で破れちゃってそれで<う>交互に読んじゃうと。 なるほどうん別にその順番通りに読まなくたっていいのでなるほどなるほど切るそうすれば、ね、バランスよく読めると思います確かに確かにです、ね、確かにちっちゃく言わないっ <laughs> すげえ今さりげなく言ったけど <laughs> どうにかして流行らそうとしている流行るといいね <laughs> ああ 広める気ね名刺では切れない、はい、名刺では切れない指で切るじゃんえそう指で切るにはさ何回か折り直さなきゃいけないんじゃないうんめんくさいじゃん探すより早いじゃん <laughs> これどっちがどっちどっちでも 選ぶって。これは？これ全部あった。オイラだ。うん。オイラのオイラだ。オイラはポイラーですな。出た。その辺で喋ります。佐々木さん。はい。なんか腰曲がってないですか。大丈夫ですか。あれ？あれ？最近おばあちゃんって言われるんで。はい大丈夫です。これぐらいで。おばあちゃん。 なんでだろう、さっきおばあちゃんに見えるよってよく言われるんだよね。なんでだろうね、おばあちゃんか幼女って言われる。ど、すっげえ極端。ね。<laughs> まあ、どっちもちっちゃいってことですよね。まあ、ま,あま,あまあ、まあ、まあ。まあ、まあ、ね。はい。<laughs> <laughs> ええー。どうしようか迷った。一人で終わった。はい、それじゃ、行きましょうかね。はい。ええー、オープニングから。よろしく、ね。 サッともてーボンチーヤマヤサトキでーすジャンボー古谷智子でーすはい、今回の挨拶は、コーヒー好きなサトキはブラジル、紅茶好きな小屋はケニアにしてみましたーあー、だからブラジルなんですね。う,うん、たしかしたかし。あのね、た <laughs> し、はあ、かしたかしのロングバージョンが、実はあるんですよ。ほ？ あるるんですよ聞いいてみか確かにだがしかしたかしっていうんだって。はは意味不明なんだけど意味明でしょそんなねリアクション同じの全く小屋もしたわけですよ。ってなわけでさときさんひらめてちょうだい確かに長かったねえっと実はお便りが来てるんですけども言えなかったでではではお便りを紹介したいと思います。東京都在住の ゼロ距離スナイパーさんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。まやさん、フるやさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。初めて投稿します。さっとも亭の新年放送を聞きました。二人のためになる聞きやすいトークが好きになりました。知識豊富なフるやさんと寝起きっぽい店舗のまやさんのさっとも亭。これからも楽しみにしています。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。知識豊富亭、毎回結構ざっくり言ってるぞ。そう。私。うん。

2> 毎二分なん <laughs> だろうどんどんショートバージョン化してなん <laughs> <laughs> でだろう多分ねのち <laughs> を考えてるから、ね、<laughs> いやいやいや <laughs> 高い声出るかしら <laughs> そうかそうかちょっと古谷さんのマイクの方チェックさせてくださいはいマイクちょっと声のノリが悪いですか,かはい設定ミスかもしれない えーと2番ちょっとごめんなさ、ね、いはい <laughs> あーセンター攻撃された <laughs> 攻撃された <laughs> <laughs> 計画通りです計画通りです計画通りこれもう2回目ですけど <laughs> くそ前避けたのにな <laughs> 今日も心発力の審査です、ね、やばいなー <laughs> ダメです体がなまってますねおばあちゃんおばあちゃんが幼女を見極めるテストです

いるかしら。<laughs> はい、いかんいかん。歌いそうになっちゃった。何も。幼女の歌。<laughs> <よ> <laughs> 歌うならエンディングで歌ってください。<laughs> いい。はい、それじゃ一緒 <laughs> に音楽流れてますけど、これあのー、コンピューターの方では録音されてない曲なので、はい。一緒に聴きながら。はい。わ、はいはい、かりました。はい、それじゃあマイクに近づいてください。はい。は行きます。三。 今すぐ君に届けたい聞かなきゃ損だぜ雑学クイズはい今回のテーマはチョコレートあれ今誰かいた誰か誰かいたそんなことないです気のせいですそれそれ何それいやね。誰誰かはそれはさておき今この時期のチョコレートだから乙女的なねものをやってみたわけですよ乙女的な乙女的なね ま、後々、さときにもやってもらうんで、エンディングで。はやってもらいますよ、もう。何を、何をやるのもう、乙女的な発言的な乙女的な発言的なま、に、逃がしゃしないよ。逃がしゃしないよ、私は。全く聞いてませんけど。まあまあ、無茶ゃぶりとも言う。事務所通してください。はい。じゃあ、早速、チョコレートの雑学いきたいと思いまーす。はい。はい。では、早速ですが。はい。問題です。はい。チョコレートの主原料は何でしょうか カカオ正解はバツななです、えー、正確にはカカオの種子を発酵焙煎したカカオマスが主原料カカオじゃんカカオマス <laughs> でそれに砂糖ココアバター粉乳などを混ぜて練り固めた食品が私たちがよく口にするチョコレートなんですねへえ<ー>カカオっちゃカカオなんだけど正確に言うと、うん、カカオマスなそうなんだそうなんです でねこの固形のチョコレートってねイギリス人が考案するまではチョコレートといえば飲み物を意味してたんですよ。ああココアみたいな。そそうううも軽く答え言われちゃったな。えと現に例えばアメリカでは今まで今でもホットチョコレートっていえばちょっと欧米みたいな感じよ飲料飲み物が出てくるんですよ。 ホットチョコレートは日本でいうところの何でしょうかココアはい、正解です。<laughs> 先に言われてしまったよ。<laughs> なんか前回のさときの二の舞を踏んでる人、ね、なんかすごいデジャブったよ今。デジャブったね。まあまあ、<laughs> 昨今の日本国内ではね、うん、ココアの粉末を使用したものを、ここは生チョコレートの水分を多くしたものをチョコレートドリンクと称して、うん、 分ける傾向があるんですよ。でもね。確かに。分かる、分かる。うん、うん、なんか言い今、今。何ですか?。何だ残念。えっと、チョコレートの飲料の名称についての、厳密な定義って、今のところないんです。よええ?。ないんですって。そうなんだ。そうなんですよ。よくわからないけど。え、チョコレートはチョコレートじゃないの?。チョコレート飲料の名称。飲料の?。ココアでも。あの、生チョコレートの水分を多くしたものでも、どっちも、チョコレートの飲料になる。 だから、どっちかっていう定義はないんですよ。そうなんだ。そうなんです。な、なになんかちょいちょいちょっと誰か入ってくるけど。<laughs> 気のせいです。でね、チョコレートで私がこの時期に連想するのがバレンタインデー、うん。ははい、ここで質問です。<laughs> ちょっと今諦めたぞ、私。諦めたね。じゃあちょっと行くわ、乙女で。うん。バレンタインデーにチョコレートを送る風習は何世紀のどこの国の会社によって始められたのでしょうか え、何世紀うん何世紀,、うん、何世紀あとどこの国国は日本国は世,紀は世紀は19世紀19世紀は合っているえ<っ>国は違う嘘嘘じゃないえー、嘘じゃないよ日本じゃないの日本じゃないよなんとイギリスなんだなあそうなんだそうなんですさっき言ったじゃんイギリスの人が固形のチョコレートを考案するまではって、えー、え,え,え,え、えっと、えっえっえっとえっ今何てだったっけよ なんつった今日た今 <laughs> あの問,題問題をもう一度お願いしますバレンタインデーにチョコレートを送る風習が何世紀のどこの国の会社によって始められたでしょうかえっ、ー、日本だと思ってたんだけど19世紀のイギリスが最初なんだよそうなんだそうなんですよで日本でもね1970年代にチョコレートの日として定着したんですってなんだ日本のチョコレート会社がうまいことやったのかと思ってたうまいことやる前にイギリスでうまいことやってたあそうなんだでね ヨーロッパなどでは男性も女性もチョコレートに限らずさまざまな贈り物を恋人や親しい人に送ることがある日なんだってバレンタインデーって<ー>でね日本で見られるようなホワイトデーの習慣ないんだって<ー>そうないんですって男の人もその日にあげちゃったりするんだってああそうなんだそうなんだ分けてないんだね分けてないですだから日本特有なんだってへ<ー>女の人がバレンタインデーに男の人にチョコをあげるっていうのもホワイトデーに男の人がお返しするっていうのも日本特有なんだって。うん そうなんだそうなんですよ外国の人ってほら好きな人だったらいつでもプレゼントあげるっていう習慣ついてるんだってそうだよねこっちだったら女の子から言うことはあんまないもんねないでしょでも向こうの人はそうなの。やっぱ紳士とか多いんですよなるほどねでねここでチョコレートを使った簡単なガトーショコラの作り方を教えたいと思うけど聞いてくれるかなもちろんメモのメモってなんだなになにメモの用意をしてくださいはい はい。急いで。あ、うん。OK、大丈夫だよ。喋っていいうん。お、どうぞ。はい。ではでは、材料の説明します。はい。板チョコ4枚。うん。卵2個。うん。のみです。はい。はい。2個、その2種類だけで作れるんですよ。へー。で、作り方はね。丸一、まず、卵を卵黄と卵白に分けておきます。はい。丸二、チョコレートを刻んで、湯煎にかけて溶かし、そこに卵黄を入れて混ぜます。はい。 この時あんまり激しく混ぜないでね。うん、飛び散るから、ああ、そっちがそっちで丸三卵白を泡立ててメレンゲを作ります。ほうほう意外と大変だから、この時にレモン汁か塩を入れると、うん、結構早くできます。うん、でも角が立つまでってよく言うんですけど、八、うん、分目ぐらいでも全然平気。あ、そうなんだ。うん、で、丸四、丸二二、丸三を数回に分けてさっくりと混ぜます。要はチョコレートにメレンゲを数回に混ぜてさっくり混ぜる。る あとはバターを塗った炊飯器に流し込んでスイッチを押すだけすげー炊飯器すげー炊飯器すげーでしょそこ <laughs> そうだよ、ね、そっちじゃないよね <laughs> まあまあまあ以上ですそんな簡単な四工程だけで作れますへ<ー>あお酒大丈夫な人はお好みでラム酒とかあのワインとか入れるとまた美味しいアクセントになる好きなのはねあれ<え>ガトーショコラにアーモンドダイスを入れるのはおすすめですよ食感アーモンドアーモンドをクラッシュしたもの<ー>入れるとまた 美味しいわけさ。へえ。そうなんです。いやどれか作ってくんないかな。うんそのあま安に私に言ってる感じがな作るよそれ。やった。いや作りますよ作りますよせっかくなんでね。い作って食べっこしようよ。食べ比べしようよ。いやじゃあじゃあ次回か。マジで？次回作ってちょっと持ってきてみるか。分かった。うん。頑張る。頑張る。大丈夫かな？まあまあわからなかったら聞いてください。はいはい。てなわけで。 以上チョコレートの雑学でした。はい,ほいはい。はい七分聞いたで終了。これ。他は後ほど付けます。次回のテーマを言ってないです。あじゃあ次で <laughs> 最後に言います。はいはい。七分ジャストだ。よかった。えー、コメントが三つ。おお納豆チョコ納<っ> ちく粘着系女子に落ちてるえー、納豆チョコあれだ言っちゃいけないやつじゃないのあ、そか <laughs> 納豆といえば、うん、牛の働いてるとこの近くに納豆専門店があって納豆専門店そう自動販売機で納豆売ってるのえ<っ>で、はい、納豆ドーナツ納,納豆ドーナツなんかいろんな納豆 があって納豆ドーナツが3種類ぐらいあって、うん、でまあお店もあるんだけどもう普通に押せば買えるっていう25時間自販,自販機でへ、えー、自販機で納豆売ってんのすごいね試しに買ってみたいだからえっ、ー、とこれは読んで大丈夫だよねきっとね、うん、えー、全然 水入れて硬いチョコを使うなんでチョコ噛み砕けないくらいね加工して発酵させたりする前に材料とかカカオ次回それ私が作る水入れて固定なんだってえなんでもないよよく聞いてたね作ろうぜって言われたぞやってみようやってみようみんなもじうメモしたってことですかねあありがとうございますすごい私メモれなかったよ後で聞いて後ほど 湯煎水に混ぜるとめちゃめちゃ硬くなるえ、そうなのうん、水分入っちゃうと硬くなっちゃうへぇーへぇ、知らなかったな知らなかったおぉ、同じリアクションぜひ作ったらなんか作ったことならあるならわかるはずうん、うん、つまり私はないということだバレたね <laughs> 炊飯器でね、作ったのはね、うんうん、あれなんだっけガトーショコラじゃなくてブラウニーだけあ,あ、ブラウニー作ったんだ、うん、あ、でもじゃあ 作れるんじゃないまあねここにコメントしてくれた方々は何かしら作ったことがある感じですかねすごいねお菓子作れる人と結婚したい結婚したいって何をしたいのかわからない <laughs> 結婚じゃないよ結婚ねお菓子とか料理とか作れる人、うん、嫁が欲しいってことですかねまあそうなっちゃいますね

さっともて大喜りコーナー略して、さっともぎりはい略すまでが長いコーナーが始まりましたあれだよ、リスナーさんが聞き慣れたら、まあさっともぎりだけでも、まあ伝わるかなっていうね。確かに、だがしかしたかし長いな、それ、ほんとに。しかもなんかちょいちょい挟もうとして、来ようとしてるね。うん。前回と違ってさ。まあね、ちょいちょい挟もうかなと思ってるけど、まあ先に進みますはい。はい。なんだえ今絡みにくいだろ。うん。自分でもそう思うぞ。はい。今回のお題は、 魅惑のチョコレートが発売そのネーミングとはほいではまずさつきさんからどうぞうんまチョコ。うん全く同じだな私 <laughs> えまあ一応聞きますかね一応じゃあじゃあ次はこアちゃんの答えどうぞ、はい、恋人が必ずできる美薬入りチョコレート 何 <laughs> な,んなんだろうな何なんだ,んだろうな真似しないでくれるしかもちょっとさ二 <laughs> 人ともそういう思考はまずいと思うんだじゃあ何かないですか他に。に何かほらあるじゃん美薬じゃなくてもさ惚れ薬とか可愛い系でさだって美薬の方が早いじゃんまあ早いとかどうとか問題じゃないけどまあ私も人のこと言えないけども <laughs> 同じコメントをしちゃった時点やっぱやっぱコンビなんだね ね何その濁しねこれはどうする今までさ、さっとむぎりコーナーさ、うまいこと言ってたんだけど、これでちょっと、こけたね、こけてはないんだ、こけてはないんだけど、こうイメージがね、まあ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 、さっとむぎりは、まあこんなもんですよ、所詮こんなもんですよ、初戦言う感じのや方が、じゃあまあね、じゃあ皆さんのお答えをね、ご紹介していはい じゃあまずはいヤミヤミウッドさんからのお答えですそんなのアルカチョコそんなのアルカチョコそんなのそんなのアルカチョコということは入ってはいけない成分が入ってるってことかな違うええどう,どういうことあのこの今見の媚薬下りでいくと <laughs> ああ<ー>ドーピング的な似たような感じってことかうん多分違うかな。 そんなのアルカチョコ気になるなでもこう書かれてたら買うよねうん何それって何それってなるよねあこういうのありだねネーミングでネーミング面白いな,なそれはそれなるほどなじゃあ次はいじゃこやちゃんの方からはいご紹介してくださいはい、はい、これネーミング間違ってたらすいませんはいんだ妻さんからポッキーあ,ずにゃん味あら あらアズニャンって言うとあのアズニャンですかアズニャンとは軽音あーなるほどツインテールの可愛い後輩さんですよどんな味ええ味もう可愛いんですよ多分とろけちゃうんじゃないきっとあーそのアズニャンの髪が入ってるとかそういうじゃなくてえそれはあのえそれはあの呪術的な感じですか <laughs> え味がね直接するからさ<ー>マニアにはたまらない感じじゃないこれ食べたら いいのかしらそれもう食べないんだよパンは食べないんだよ残しておくんだ、ね、そうそうそうコンプリートするんだよ何を何を <laughs> アジア以外にもいろいろいるってこといろいろあってコンプリートできるようになってるのはー、あ、はー、あ、って,っゃってじゃあ次さ々木さんで、ね、はいえー、UFOC 山さん、うん、<laughs> からのお答えです多分美味しいチョコレート <laughs> 何かが欠けてる <laughs> 味見しろよっつう話だよね見、まあ、るならねこれならきっといけるって言って多分ノリりで出しちゃったんだよその,だの,あのお菓子屋さんもねお菓子屋もおいしいチョコレートって、うん、まあでもこれありだと思ういいと思うよあれだよねラーメン屋とかでさ、うん、世界で2番目においしいラーメン屋って書かれたら行くのと一緒だよね一番じゃないんかいってなるよ、ね、そこがいいとこだよねああ味噌ですねそ,の辺そうなんだちょっと入ってみるかっていうね 気になるじゃん確かに確かこれはいいな年齢センスめちゃくちゃありますねみんなすごいよねねうちらとはお違いうちらとそうだなそうだなよしじゃあ次の方の読もういえっとこのロリコマンドさんはいこん違うかなえっとねガムはガムが入っているガムチョコガムチョコガム違うあれだよチョコ でなんだけど、うん、なぜかガムって書いてあるんだよあなるほどね理解ガム板ちょ板ガム板ガムあるよね板ガムでもね板チョコならぬ板チョコガムいや違うんだよチョコなんだよチョ,んだチョコなんだけど名前がガムなのガムって書かれてるチョコなのなるほどな私ちょっと今理解力がなかったいやわかんないです私の勝手の解釈ですあーでも絆創膏のチョコレートって売ってるんだよねへえ<ー>。絆創膏の形したチョコレートああそういうことねです そんね肌につけたら溶けっからね。絆創膏のどこかにチョコが仕込まれているのかと思う。仕込むって毒ですか。<laughs> 毒じゃないけど。<laughs> はい。今え次は私が言っていいんですかね。そうです。お願いします。さ、はいちさんからのお答えです。カカオゼロパーセント。それ以外何入ってんだろう。カカオマスですよ。いやカカオマス。<laughs> そうきたか。<laughs> カカオじゃないけどカカオマスみたいな。カカオマスが入ってる。だからカカオはゼロパーセントでもオッケーなんです。 あ、なるほどね。チョコだね。チョコでしょ。チョコのネーミングでしょこれ。合ってるじゃん。合ってるね。カカオゼロパーセント。でも私みたいにカカオで作ってると思ってる人はきっと気になる。じゃあ何味みたいな。裏見たらでもカカオマすって書いてあるんでしょ。うあれみたいな。そうね。確かに。でもそれもそれでなんかすごい苦いチョコレートで出ましたよね。八十九パーセントああ、あれ気になった。美味しい。ああいうのビター好きだから。あれ美味しかったですよ。ああ、確九だから九十五はちょっと厳しかったけど。 へーあ食べてみたいな今売ってるんですかね売ってたらちょっとまた持ってきてみますてあありがとうございますはいではお次行きますはいパー三千一三からですはいガムあれガム大人気だなああ別のお答えですよね別のお答え別の方ですおおまたガムガムなぜチョコにガムと書きたがるんでしょうね,だねいいね携帯しやすいんじゃないガムだといやチョコなんだよね チョコのネーミングがガムなんだよ私さっきから何を言ってるんだよ小屋さんは大暴走してるよなんか違った意味でなるほどねちょっと新しい発想だねガムちょっとでも食べてみたいな食べてみたい食べてみたいねガムなのかチョコなのかガムチョコ伸びるのかもよチョコがああそうかもああったら面白いのにねね。こんなとこで作っていてもはいはい 最後にですね、はい、あのもう一つ紹介したいと思いますお,お願いしますブラックバードゼロさんからのお答えですエミネムエミネムエミネムさんご存知ないうんあれですよどれですか白人のラッパーさんでうん、うん、結構有名な方なんですけどエイトマイルとか洋楽聞かないからな小屋はまあでもまあ結構映画で人気になったそうなんですかじゃちょっと調べてみてみやただ エミネムっていうチョコっていうのは、これは、これは、えっ、ー、と、ん。<laughs> ん。エミネムっていうチョコ。ョコラ、ラップが上手くなるとか。ああ、歌が上手くなる的要素入る。かな。エミネム。エミネムさんに一時的になれるとか。はあ。それ面白い。ね、一時的になれるんです。ごいね、その消化されるまではな。なんとかえもんの、ちょっと道具みたいな感じになってるけど。 はい、やばいなちょっとうちらもちょっとちゃんとしたお答えを今度から持ってこようそうですね、うん、とかうって人と同じっていうのびっくりなんですけど <laughs> ま,まあまあまあそんなこんなで今回面白いのありがとうございましたありがとうございました<様>はいはいではでは、はい、次回のお題をさときさん発表しちゃってくださいはい次回のお題は新世代の携帯電話に装備された驚くべき機能とはお答えじゃんじゃんお待ちしております でも、これ、ええ、このま停止しちゃいました。はい。はい。時間切れです。はい。チョコ味のガムか。あの、チョコとガム一緒にか食べると、どうなるか知ってますか。溶ける。って書いてますね。多分、そういうことだと思うよ。なんだ、やばいな、読解力がない。はあ。媚薬は恋人に。恋人は作れないと。媚薬は恋人。恋人操っちゃうからね、媚薬。 手作りチョコはいろいろと愛,<情>愛憎ね愛情じゃなくて愛憎そうだ<ん>そうだよ美白恋人作れないよ惚 <laughs> れ薬じゃないもん美白はまずいよ <laughs> 2> 2 <人 S 1> まずいよ,、ま、ずいよ美白はまずいよ二 <laughs> 人してなんか違った方向に走ったねエロチョコ作りは優先しないでレンチンかレンチンでも溶けるからね おすごい美白か確かに美白ちょっと効能違うよね、うん、ちょっとね要素がまた違ったところにしかもなんでそれを相手にあげなきゃいけないんだっつーねあバレンタインとは限らないんだ限らないほらないつうそっかそっかチョコだからおみくじチョコってあるの知ってる何それコンビニに売ってるんですよおみくじチョコってほう,ほう まあそれだけなんですけど。ええ、ちょっと待って、どうどういうものなのかあの説明をちょっと待ってたんだけど。<laughs> <laughs> えっと、なんだろうこれくらいのなんつった十七八つなんつった板チョコのちょっとちっちゃい版で、うん、袋に白い袋に入ってて、うん、おみくじチョコレートって書いてあるんですよ。うん、それをビってやるとおみくじが入ってる。へえ、本当におみくじが入ってるの。おみくじっていうかなんか一言みたいへえ<ー>、はい。次は何ですか、えー。エンディングです。はい、エンディングでテーマを紹介しちゃいますね。はい。 あ、そっか、下にあるもんね。うん、うん。どこで紹介する。ちょこっと,ちょこっとフリートークで。一、うん、番目の。はい、うん。はい。はい、うん、第十九回。 エンンディングのお時間ですはい、はい、えっとーさっきですねおおいつも雑学クイズでテーマを発表してると思うんですけどそれ言い忘れちゃいまして <laughs> 何をやっているの言い忘れちゃったんでここでちょっと紹介したいと思いますお願いします、えー、次回のテーマは携帯電話です<う>なんでまあお題がねそれに沿ったお題になってるんですけども、うん、はい携帯電話ということで携帯電話いろいろあるもんね今ねねちょっと新しいの私欲しいんだ あ、若干ちょっと壊れ気味ですもんね、さときさんのケーは。あと一回落とすと多分もう使えないかなっていう。落とさ、よく落とすこだすの。何？落とすこだものね。<laughs> こだすって。こだす。今出すんだ。もうわからないですよ。でもチョコレートに関してすごいですね。コメントが。ね、コメント、うん、うん、すごいいっぱいいただいてますね。ね、びっくりしちゃった。で、<う>何が一番びっくりしたかっていうと、さときと小屋の答えが一緒っていう。 まさかねでもねちょっとね若干被る予測はしてたんだよねあんとなく嫌な予ら。だけど何でもないよすいませんいいよあのはい。あのそれ以外のことを考えようと思ったのうん美白以外のことを考えようと思ったの前回まだちょっと変なこと言ってるしそうだねだけどそれ以外思いつかなくてまあ多分それが一押しだったんだよさ時の中のうんもう一回思いついちゃうとさ ふってなっちゃって <laughs> ふってなっちゃってたま <laughs> 持ってきたらもう <laughs> 私が真似した子みたいになっちゃったよいやいやでもなんかなんとなく嫌なおかんしたよねうんお互いになんかまさかまさか来るかなって,っていうね <laughs> まあそこがきっとデコボコなんですよまとめて、ね、できてないうんなってない <laughs> な <laughs> <laughs> 何がしたか、わからない、ちょっと喋りたかった。<laughs> 次回はちょっと面白いの持ってこよう。おも、ま、うん、持ってこよ、うん、バラバラでね。個性的なの持ってこよあ、チョコレートも作ってこなきゃいけないから。あ、忘れてた。いきなり忘れてた。<あ>作ってきますよ。お願いします。チョコレート作ってくるぞ。乙女でお願いします。忘れてないかい。忘れてた。今言えばいい。今言ってさ。三、二、一、どうぞ。次回は。チョコレートを作ってきちゃうぞ。おー、可愛い,い、可愛い,い。 <laughs> この番組では、皆様からのメールを募集しています。さっ <laughs> ともぎりへの投稿のほか、二人に挑戦して欲しいこと、聞いてみたいことなど、普通のお便りも、大大大歓迎です。お便りの投稿は、さっともて公式サイトの投稿フォームをご利用ください。皆様からのお便り、お待ちしております。お待ちしております。はい。なんかね、ね乗ったはいいけど、中途半端な感じ。割りが見えなかった。<laughs> <laughs> くそー。え、はい、あれ、ん何すかなんすかなんすか私今、事故った事故った。ったった。った <laughs> えっと、じゃあ、あれですな。<ん>次回のお題も、サクッとさずきさん発表しちゃっていただいてもよろしいかしら。はい、わかりました。次回のお題発表次回のお題は、新世代の携帯電話に装備された、驚くべき機能とは直感勝負 今のお題を聞いて浮かんだ言葉をご覧のサイトの一番上にある横行フォームから今すぐ送信ですよ、皆さんお願いしますというわけで、はい、第19回、里ともてなんですけど<い>まあ、せっかくチョコでさ、この時期言ってるのに、うんうん、チョコの話はしたけども多分ね、バレンタインデーの話、ねね、してないなっていうね。ああ、えっ、ー、と、それはあ,のあげる、あげないの話、それとも恋バナ系の話。<う> それをこの二人に聞いちゃうの？しまったーって思った。恋話ここでここでちょっと乙女らしさを出しとくべきだったと思って。ありますか？うーん。ほらこうなる。ほらきっと私もフロアではそうなる用。用意しとくよそういう話は。まあまあまあじゃあ今回いいの？<回>いいの用意してくる。うん、じゃあ私も待ってるわ。<laughs> 今日めんどくさいなこの二人。<laughs> <laughs> はいってなわけで第十九回サッドモテ今回はここまで。今日の一言は好物です。 というわけで、どうぞ <laughs> えっと、猫ね、猫クリームシチュー、まやさときと、酢豚、古谷智子でしたそれでは、またのお越しをお待ちしておりますま